鎌田大地ぶっ放す、ザコシより誇張してる。鎌田大地が自身の YouTube チャンネルで予定していたラジオ編の公開を断念したと発表した。あげないです。別になんか悪いことを言ってるとかじゃないけど、もう変な感じになる気しかしないし、変に燃えるだけ燃えそうな感じする。コメントへ過敏に反応したイタリアメディアについて、鎌田は苦笑いをしながら、ザコシより誇張してますよ。もうあかん、これはほんまにと発言。もはやラティオのことはあまり喋ってなかった。クリスタルパレスの話をしていた。ブーイング、切り取り方が悪いですよ。ラティアーレには感謝してると強調している。もちろんメディアとかでは散々言われたけど、向こうで過ごしていてラティアーレになんかやられたとかなんか言われたとかは全くなくて、いつもスタジアムに行ったら最大の応援をしてくれてた。街に出ても大地、大地みたいにいつでも声をかけてくれて、ラティアーレにはマジでめちゃくちゃ感謝してる。大体悪いとこだけ切り取られるから、チャンネル見て、鎌田チャンネルの更新が1年後って、I can't wait ですよ。鎌田大地の YouTube おもろすぎて声出た。鎌田くんって、ちょっと粗品っぽい顔してるから、余計そうよね。鎌田大地チャンネル、しばらく更新しないらしいけど、見てる側からすると、毎週更新してほしいわ。鎌田大地、YouTube 逆効果が面白すぎる。首都を凍らせる、センセーショナルな不満とかで、笑わない人いないでしょ。ザコシより誇張で払いたいわ。ラジオ編なかなか出ないって思ったけど、そんなことあったのね。鎌田大地チャンネル、最新動画、1日経たずに20万回再生ってすご。早く帰って、鎌田大地チャンネル見ないと。鎌田大地チャンネル面白いので予選突破です。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。